はい、クライシスコア続きからやっていきたいと思います。ちょっとマテリアの方をねいじりました。装備ですね、盗むはつけてて、で、暗黒を1個新しくして、でクエイクを作りました。なのでだいぶここからはいけるんじゃないかなって、なんか楽に戦えるんじゃないかなと思っております。これからどうすっかな。クラウドがいると無茶もできないし。アンジール、俺どうすりゃいい？よーし、スネ、久しぶりだな。ザックス、逃走中のサンプルってあなただったの？そういうこと。あの実験室で何をされたの？まあいろいろとね。なあシスネ、俺たちを連れ戻しに来たんだろ？頼む、見逃してくれ。軍なら逃げ切れると思ってたけど、タークス相手じゃさすがにきつい。ジャックス、ごめん。これ任務なの。逃げたいのなら私は。来るな。もし来たら次は本当に。これは辛いってシスネもね、えザックスもどうぞ。はもちろん辛いけど、軍もタークスもいる。今動くのは危険だ。今日はここで朝まで休もう。明るくなったら出発だ。ま、気長に行こう。沈め。彼は確かミブルヘイムであなたと一緒に回収された。どうして来たんだよ。来るなって言っただろ。彼様子がおかしいわ。どうしたの？魔鋼中毒さ。それも重度のな。実験のせいなのね。ああ、おい、ゾン、ターゲットに逃げられたわ。そういうことだからしっかり逃げなさいよ。シスネ、サンキュー。プレゼントがあるわ。私を信じてくれるならどうぞ。シスネいい子すぎる。ああシスネ、あー辛い。これセブン本編にシスネが出てこないってことはさ、シスネってもうってことだよねきっとね。いいものくれたよねシスネはね。素敵だ。最高。
はい、最悪。まだいたのかよ。もうくどいわよって、本当に。ボコボコにしてやるわ。いった。何？なんだよ。いって、髪が抜けない。最悪。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。俺の髪。お前は北条の実験に使われたと聞いている。プロジェクト S 用に加工されたジェノバの力を引き継いだ。そうなのか。ウキモ。マジかよ。俺の髪食いやがった。この細胞が俺にとっての女神の贈り物。これで俺の劣化は止まる。あんた、おかしいよ。モンスターの細胞さえ手に入れば、あとは不要。モンスターはお前らだ。いざ語り継がん。君の犠牲。世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。1ミリも好きになれないな、やっぱり。ああ、髪の毛なんか食べるから喉に絡まったのよ、もうねえ。でもさ、嫌じゃない？自分の髪の毛食べられてさ、うわーとか言われたら、結構ザックスメンタルが崩壊しちゃう。どうしたらこうなるの？ねえ、よくわかんないんですけどっていう。虫なの？アクティベイティングコンバットモード。ねえ、うわぁ、食らいなさい。クエイク、あれ、クエイク3000か。耐えた。うわ、痛い。最悪。行くぜ、とっておき。ソルジャーの力、解放してみろ。ここでジェネシスが揃うっていうのもなんか嫌味っぽくて嫌だよね。7000いいダメージ、よいしょ。強ー、ちょっと待ってバカ。ファイガやめろ、ファイガやめなさい。なんでファイガ僕撃ってるの？高校生。うわー、死ぬからそんなのされたら。痛い。ね、魔法強くないこいつ。 AP はね、特に使うものがないんだよ。こっからが本番だ。いや、きつい、これきついぞ。ちょっと待って、頑張って死ね。ザックスなら勝てる。よーし、燃えてきた。これでいける。痛い。
痛いね。ゼロ距離でやめろ。オッケー。痛い。あ、ダメだ。アンジール揃ってよ。何揃わないの。オッケイ。クエイク強え。作ってよかった。え、マジ薄気味悪いんだけど、本当。バイクでちゃんと引いとこ。ぐちゃって。アンジール。どうしたらいい？な。やだよね、あんな下落ちてたら。ちょっと困るよね。あれ？ガソリン持つ？これつけといて大丈夫？クラウド、俺田舎に帰ってきた。ゴンガガね。ここゴンガガだ。ダメじゃない？ゴンガガに帰ってきちゃ。だってほら、大体捜査の手はね、それ実家とかに回るもんだから。荒れてるわね。やっぱうちには帰れないよね、うん、絶対先回りされてるもんね。ちょっと待っててくれ。エンジン切った方がいいんじゃない？うん。親父とおふくろ気になってさ。気持ちはわかるけど、ね、元気にしてるかな。危険だろうけど村まで戻るか。ゴンガガはそっちか。あ、なんか2カ所あるぞ。何のビックリマークの2カ所なのあれ。誰なんだ誰、宝箱があるけど瓦礫が邪魔だな。あんたのそのデカブツなら瓦礫をどかすことができるかもね。何切ってほしいの。え、何なんか動いてるんだけど。モンスターじゃない。大丈夫。一応開けてみよう。でも痛そう。最悪。カッコつけてる。やっぱりね、そうだよね。だと皆さん強そう。ちょっとどうしよう。ちょっとあれだな、パラメーター的に力とかアップした方がいいのかもな。ソルジャーの誇りを見せてみろ。逃がすなよ。いいんじゃない。終わった。よし、6メイクレベルアップ。あ、でもアイテムは手に入るんだ。これを何個やればいいんですか。私は動いてんだよな。仕方ない、全部開けましょう。なんで全部これなの。誰だよ入れたの。許せない、入れたやつ。バリアとか張れるんだ。お
この野郎。後悔すんなよ。後悔すんなよ。ザックスなら勝てる。フレイクめっちゃレベル上がるんだけど。おしまい。すごいね。あとはそれか。これね、はい、でもこれは動いてない。本当にいいものかもしれない、うん、あ、本当にいいものだ。やった。まだあるわ。でもこれも動いてないよね。2個外れで2個当たりってこと？わあ、お金お金って。もうお金あんま使わないんだよな。使い道がないのよこのゲーム。まあ、あのもうちょっとショップが増えればね、使い道も増えるかなと思うけど、現状はね。ああ、何すごい来た。あ、カンセル。思った通りだ。ニブルヘイムから研究サンプルが脱走したって聞いたぞ。もしかしてこの研究サンプルってお前？だったら気をつけろ。一般兵まで駆り出されてる。物量作戦ってわけだ。お前って何をやらかしたんだ？いくらお前がシンラーを敵にしようと、俺はお前が帰ってくるの待ってる。だから絶対生きて戻ってこいよ。カンセル、本当にいい男だよ。ね、本当にカンセルに会いたいんだけど。ねえ。各地で相次いでランジール様目撃情報ですが、教会付近で目撃されたランジール様は、アンジール様に似た模様を持つ大型の生き物だったことが判明しました。教会にいた女性の話によると、教会に住み着いていたので見守っていたとのことです。さらに、新たな有力目撃情報が入りました。アンジール様が野犬に襲われていたようです。え？そんなわけなくない？え？ファンクラブ会員の皆様、今年もやってまいりました。ジェン様復活祭の季節です。ジェネシス様の目撃情報は未だに多く、我々は復活の日も近いと確信しています。会員の方はぜひお集まりいただき、復活への思いを新たにしましょう。あ、そうですか、はい。あ、マジで辛いわ。カンセルにメール返したいよな。だって絶対カンセルは我々に不利になるようなことはしないじゃん、彼の性格上。だったらマジで連絡取りたいよな。したらもうちょっとこうなんか平和に行けそうなのに。でもダメか、カンセルを変に巻き込んでしまうのも良くはないもんな。そうだよね。難しいところよね。行動が安易ね。本当安易ね。故郷で待ち伏せされるのは想像できたでしょ。ご両親に会いたかった。悪いかよ、普通のことだろ。そう。まあでも浅はかだった。あんたの言う通りだ。俺たち行くわ。気をつけてね。いつも以上に警戒が厳重よ。あなた以外にもこの村に来てる人がいるらしいの。誰？アンジール。そうか。そうか。あなたが倒したんでしょ。驚かないのね。神羅屋敷から出られたのはあいつのおかげかもしれない。なるほど、目撃情報は本当だったのね。でもどうしてゴンガがなんかに来たんだろう。あなたに会いたがっている。それ以外何があるの？いるなら逃げろ。アンジル、タークスが見張ってるぞ。10分だけ時間をあげるわ。それを過ぎたら私はタークスに戻る。戻る？今はそんな気になれない。ご両親に悲しい報告はできないもの。
お袋どうしてる？心配してるわ。こんなことになってしまったらもうお嫁さんに会えないんじゃないかって。なんだよそれ。いいご両親ね。とっても元気よ。そうか、元気ならいいや。本当あんたのとこは？私は信羅に育てられたの。なあシスネ、お袋たちの話し相手になってやってくれないか？そうね、よろしくってよ。嫁にどうだって言われると思うけどな。もう言われたわ。なんて答えたんだよシスネ。それ本名じゃないの。ほらあと5分よ。本名教えてほしい。アンジール、やっぱりアンジール。待ってくれよ。本名ね、本名は気になるよね。アンジールより本名なんだけど私。やっぱりアンジールなのか。行ってみるしかないな。え、アンジールよりさっき宝箱あったよね。どこだ、あったあった。あーお墓ある。てか入りてーゴンガガの中ね。いやシスネいいわ。なんかやっぱエアリスと当然やっぱくっついてほしいって気持ちは当然あるんだよザックスに。でもやっぱシスネもやっぱちょっと捨てられない存在よねと思う。いい女じゃない？うん、とてもいい女。ちゃんとなんかユーモアも分かってくれそうだし、それでいてしっかりしてるし、なんか火の打ち所がないタイプかなって私は思うんだけど。結構アイテム落ちてますね。エリクサーもうすぐだね。すぐ飛ぶなよ何なのよ。もう最悪呼んでないんですけど、お帰りください。なんで S 細胞喋ってる。怖っ。喋らないで。あ、やばやばい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 。いきなり撃ってくると思わないじゃん。最悪なんですけど、ちょっとケアルがすぐ打てるようにね。うおー結構効いたね。痛い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 。もうやめて。クエイククエイククエイク。ちょっと混乱。おおシスネー、おっとこりゃやべえ。とりゃお疲れ様でした。った終わりだ。ダークスの連携もなかなかでしょ。やっぱ髪型キスネはこっからが本番だ。キスネじゃないわザックス。やっぱ前なんて横の髪あった方が可愛い。ダークスなら勝てる。子犬感があって。よし燃えてきた。はい燃えてきた。うわオッケー終わった。なんか張ってやがる。この野郎さ
すがにその剣使わないとまずいんじゃないの？この剣は重くて使いにくいんだ。ちっ、じゃあ軽いの持ってこいよな。確かに。後悔すんなよ。ソルジャーの誇りを見せて。このタイミングでさ、みんな揃うのいいよね。強。シスネタ渡ることでめちゃくちゃ強い。まだいるの？そいつの細胞は役に立たん。誰が言うとんねん。お前はそもそもソルジャーだった。細胞組織がすでに変質していたわけだ。羽ちっちゃ。ホランダ、あんたやったのか？ジェネシスに殺されかけてな。生き延びるためには仕方がなかった。ジェネシスの細胞を少しな。劣化してるぞ、あんた。その通り。しかし悲観してはいない。うるさいな、あいつ細胞。女神の贈り物。純粋な S 細胞さえあれば劣化など問題ではない。純粋？お前二人で逃げていたな。いや、逃亡者は二人。元ソルジャーと一般兵だ。その一般兵こそが最後の純粋 S 細胞の持ち主。おい！最終章へつながる4章最後のフレーズを知っているか？知るか。いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく緩やかに。確かに犠牲とか終わりとか鬱陶しいんだよ。この美しい詩を理解できないとは気の毒。気の毒でいいです。まあ無理もない。俺でさえ理解できない部分があったからな。女神の贈り物を手に入れるための最大の謎、水面だ。そしてようやくライフストリームにたどり着いた。は？失われた最終章には様々な解釈が存在する。だが正しいのは俺の解釈だ。それを証明してみせよう。ろくでもないこと考えてるな。くっ！すぐにわかる。早くクラウドのとこ行かないと。クラウドが危ない。マコーロまで戻るぞ。急げよ俺。急げよ俺。だってあんなさ気持ち悪いホランダに触られたくないもんね。え、最悪。っていうかホランダはなんであんなにちっちゃい羽のに飛べるの？体のサイズからしておかしくない？普通飛べないと思うんだけどねえ、冷静に突っ込みたくなっちゃう。なぜあんな痩せてないじゃない彼だって。金持ちおかしいよねオランダには冷たい。私は言っとくけど彼が悪いんだよ。彼にやったことが悪いんだからね。ちょっとセーブしとくか。一旦今回ここで終わっとこうか。で次回ねちょっとオランダボコボコにしてやろうと思います。なんだかんだもう17時間やってみたいですね。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。